ズーム。乳首つけてない大丈夫ですか？恥ずかしい。大丈夫。はい。前髪。はい。はい、行きます。星川さん、いや、チクダディラ。なんでよ。なんでよ。OK。ごめん。はい。お願いします。はい。10勝目を挙げました西投手に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合、まず振り返っていただけますか。まあそうですね。はい、2回は打球っていうか、その打つ方向っていうのに、自分のボールがすごくタイミング合ってしまったの、合ってしまったので、はい、相手の術中にはまったというか、そこがすごい苦しかったなというふうに思いますね。はい、良かった点というのは、まあ、死っていうのはやっぱ打球当たってから自分の体にただ気合が入ったというか、やらないといけないというのがなお一層強くなったなっていう感じですね。今はどうなんですか、当たったところっていうのは。痛いです。まだ痛いですか？痛いですね。やっぱ終わった時の方が痛く感じます、ね。やってる時はやっぱりがむしゃらなので、すごく痛くないというか。そのがむしゃらということがありましたけど、やはり10勝目っていう、その2桁に対して思いっていうのはありましたか？ありました。はい、やっぱり、1年間ローテを守ってたら、必ず行かないといけないっていう風に、やっぱコーチから言われてるので、それに対してしっかり2桁いけたっていうのはでかいんですけど、でも負け越しがやっぱしてるので、その点は来年の課題かなと思うので、しっかりやりたいと同時に、その分監督が投げさせてもらってたっていう証拠でもあるので、まあ、気がついてるのか、まあ、それをしっかり糧にしてやっていきたいと思います。はい、今少し振り返っていただいたんですけれども、改めて今シーズンいかがでしたか？いや、本当に苦しい中でこうやって最後に2桁勝ってたっていうのが本当に大きいかなっていうふうに思いますね。今日は特に打線の援護も素晴らしかったですよね。そうですね。本当に打線の援護がないと勝てないので、ピッチャーはそれをもっと引きつけながら勝っていきたいなと思いますね。明日はですね、引退セレモニー、小松投手の引退セレモニーもあるんですが、はい、そのあたり西投手どういう思いがありますか？まあそうですね、小松さんとは、まあ、ファームの時も、その2年ぐらい小松さんもくすぶってたので、その時に下に行った時にすごい一軍で打たれた時はアドバイスしてもらったりとかした思い出がすごいあるので、なんかもう10年っていう短いなっていう風に感じちゃうんですけど、本当にお疲れ様と同時に最後はしっかり抑えて終わってほしいなと思います。それでは実はですね、ビーズ TV 今日西投手で一番最終日になるんですね。やっぱり僕ですか。最後はなのでですね、最後にファンの皆さんに熱いメッセージをお願いします。そうですね、1年間応援ありがとうございました。最後に僕で終わるのはどうかなと思うんですけど、まあ、2桁勝ったんで許してください。来シーズンはもっとこうやってビーズ TV を撮っていただけるように、まあ、自分自身チーム含めしっかりと勝っていきたいと思うので、これからもどんどん応援してください。ありがとうございました。ありがとうございました。西投手でした。ありがとうございました。